ブルーユナイテッド USC のアグです。今回なんですけど、サンフレッチェ広島アンバサダーの森崎浩二選手に来ていただいてます。森崎さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。コントロールシュート、高精度シュートっていうものがありまして、はい、ループシュートの真上に、これ使えるな。そうです、蹴る瞬間に倒してください。いきます。おー、危ねえ。惜しい。ブルーユナイテッド USC のアグです。よろしくお願いします。今回なんですけど、サンフレッチェ広島の、アンバサダーの森崎浩二選手に来ていただいてます。森崎さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。レッスンに始める前にあたって、はい、コントローラー設定の方をしていきたいと思うので、はい、今回はこういう風なコントローラー設定でやっていきたいと思うんですけど、ニューコントロールっていうコントローラータイプからカスタムしてダッシュボタンだけいじってあります。ダッシュボタンが R1 と R に変更されてます。もともとニューだと、ダッシュボタンが R2 ボタンなんですけど、そこだけ変更されてます、はい、このコントローラー設定でやっていきたいと思います、はい、それではじゃあ実際にこのスキルゲームのモードを使ってトレーニングしていきましょう。お願いします。